こんにちは。こんばんは。今回は、うち主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。ていうかまさか今回もケロッピのゲームじゃないでしょうね。いやいやさすがに今回は違うぜ。そうよね。さすがにそろそろ違うものよね。ああ、ここのところケロッピのゲーム紹介が続いて視聴者の皆様がちょっと飽きてきちゃっているのか再生回数も右肩下がりなのでいい加減違うのやります。いくらうぷ主がその時やりたいゲームを紹介してるって言ってもさすがに見てもらえなかったら動画にする意味あんまりないしね。ああ、見てくれる人あっての動画だからな。というわけで今回紹介するのは、ファミコンのバトルトードです。いやまたカエル、結局カエルのゲームじゃない？ケロッピじゃないとは言ったけどカエルじゃないとは一言も言ってないだろうが、てかこの動画見てくれてる人たちはサムネでもうわかってるからこのやりとり自体とんだ茶番です。いやそれ言ったらあかんやつ。てかなんで最近カエルのゲームばっかりなのよ。梅雨だから。は、梅雨だからって言ってるだろうが、うっさいわね。勘のいい視聴者さんは梅雨だからかってコメントしてくれてたけど季節感だそうと思ってカエル特集が続いております。本当に梅雨だからカエルのゲームばっかりやってるのね。だからそうだって言ってるだろうが。うるさいわね。いちいち大声で言うんじゃないわよ。てかまたなんかドット絵描いてるし。まあでも今回は前回までのケロッピみたいにほのぼの癒される感じのカエルさんではなくゴリッゴリに戦うタイプのカエルさんです。うんまあタイトルがタイトルだしね。ほのぼの癒される系のカエルさんもいいけどがっつり戦うタイプのカエルさんも素敵だよな。ていうかみんな戦うカエル好きでしょ。ねえ好きだって言ってよ。いやそのメンヘラっぽい言い方やめなさいよ。まあおふざけはこれくらいにして本題に戻ります。このチャンネル見てくれるような人なら知ってると思うけどこちらのバトルトードはスーパードンキーコングやバンジョーとカズーイの大冒険などでおなじみのレア社の作品です。アリの課長が挑戦したゲームとしても有名よね。そうだな。まあうぷ主恥ずかしながらゲームセンター CX ちょっとしか見たことないんだけどな。もしかしたら知らない人もいるかもしれないので一応言っておくとこのゲームは二足歩行するカエルが主役のアクションゲームで、ファミコン後期の作品ということもあって非常に完成度の高い作品みたいです。見たいってことはプレイしたことないのね。ああ、ジェネシス版のダブルドラゴンとのコラボ作品はやったことあるんだけどファミコン版は今回初プレイです。ダブルドラゴンとコラボしてるやつは前に動画でもちょっとやってたしね。でこのファミコン版はなかなかレアなソフトで、この動画を編集してる時点だと箱節付きの状態のいいもので数万円。ソフトのみでもだいたい6000円から8000円くらいします。確か。ああ、なかなかいいお値段するよな。ですが今回うぷ主が購入したものは約5000円でした。随分安く買えたのね。まあそれでもなかなかな出費だけど。ああ、安かったは安かったんだけどそれには理由があって。見ての通りラベルがめっちゃ色あせております。確かになんか色薄い気がするわね。ああ、本当はもっと鮮やかな色してるんだけど日当たりのいいところにでも長い間置かれてたんだろうな。ちなみに裏面は奇麗もなくまあまあ綺麗でした。若干の黄ばみはあるけど裏はそこそこ綺麗ね。ああ、せめて裏と表の状態逆だったらと思うけどそしたらこの値段じゃまず買えないからな。もう少し状態のいいものが安く見つかるまで我慢しようかとも思ったんだけど、後になればなるほど状態のいいものを安く手に入れるのは難しいかなとも思ったので思い切って買ってしまいました。その辺の判断は難しいところよね。そうだな。まあ前々からどうしても一度プレイしてみたかったソフトだからこれも何かの縁ってことで。さてだいぶ前置きが長くなってきちゃったのであとは実際にプレイしながら見ていくぜ。起動は問題ないな。もうロゴだけでわかる綺麗なやつやん。そうだな。この時点でもうワクワクするな。なんか宇宙船飛んでいったわね。そうだな。拡大縮小回転機能ないのにものすごく自然に近づいてきて遠ざかっていったように見えたな。何気なく見ちゃったけどいきなり技術の高さが伺えるわね。ってことでタイトル画面だな。待ってると何かあるかな。お、どうやらオープニングあるみたいね。お、ラッシュに実質にピンプルだな。確か全員おできとか吹き出物みたいな意味の名前なのよね。ああ、意味知らなければなんかかっこいい名前なんだけどな。なんか今文字出たけど日本語と英語混ざってたわね。ああ、どうやらちゃんと日本語訳されてるみたいなんだけどなぜか固有名詞はアルファベットのままらしいです。おお、なんかすごいの出てきたわね。ああ、どうやらピンプルとアンジェリカ姫っていうのがダーククイーンとやらに捕まってしまったみたいだな。ここのグラフィックもいい感じね。そうだな。
絵がよく動いて見てて飽きないな。ただ英語と日本語混ざってるからちょっと文章読みづらいわね。そうだな。まあ文法は日本語だから読めるは読めるからいいけどな。おお、なんかすごい。昔のテレビ画面の砂嵐を再現してるっぽいな。こいつがダーククイーンってやつみたいだな。ファミコンなのに表情が豊かね。ああ、さすがはレア社って感じだな。お、どうやらオープニングは終わりみたいだな。ファミコンのゲームとは思えないくらいしっかりしたオープニングだったわね。そうだな。グラフィックも BGM もかなりいい感じだったな。なんかオープニング見ただけで結構満足感あるから今回はこの辺で終わっといてもいいかな。いやダメに決まってるでしょ。そんなこと言わないでここで終わらせてクレヨン。いやクレヨンって、まだ全くプレイしてないじゃない。そうなんだけどちょっとドット絵に時間かけすぎちゃってこのまま続けると動画アップするのにだいぶ間空いちゃいそうだし。そんなの睡眠時間削って動画編集すればいいじゃない。いや急にブラック企業の上司みたいなこと言い出したし。まあでもここで終わったら定評解決ないことになりそうなので続けます。うむ、わかればよろしい。いやーしかしグラフィック綺麗だな。そうね。ここなんか一瞬スーファミかと思うくらい細かく書き込まれてるわよね。お、スタートしたみたいだな。おお、いきなりわかる触り心地の良さ。すごくキャラが滑らかに動いてるわね。ああ、触った感じこれとあんまり変わらないぐらいヌルヌル動く気がするぜ。敵もヌルヌル動いてるわね。そうだな。うん、敵にとどめを刺す時のこの演出も気持ちいいな。でゲーム内容の方なんだけど、今はいわゆるベルトスクロールアクションって感じだけど、ステージによっては縦穴をロープで降りていくステージや、奥行きのない横スクロールアクションだったりします。一つのゲームでいろんなパターン楽しめる感じね。ああ、その辺はジェネシス版のやつもそんな感じだったな。ちなみに難易度はかなり高く、コンティニューも回数制限あるのでウプ主にはちょっと全クリは無理そうです。難しいゲームなのね。ああ、初見殺しなところが結構多いみたいなので死に覚えゲーになると思うんだけど、コンティニューに回数制限あるからウプ主を得意の超粘着質プレイもなかなかに厳しいしな。まあレトロフリークでプレイしてるからクイックセーブ機能使えば勝手に無限コンティニューできるけど、初プレイなのでとりあえず普通にコンティニュー尽きるまでプレイしてみたいと思います。せっかくだから最初は普通にプレイしてみた方がいいわよね。ちなみにこれはファミコン版だけど、NES 版の方はさらに難易度が高いらしいです。NES 版はさらに難しいのね。もともと NES 版が先みたいだからファミコンで出すときに少し難易度調節されたって感じなのかな。調節されたのに難しいのね。ああ、ちょっと調べただけだから多分だけどな。あと Xbox One で発売されているレアリプレイっていうソフトにバトルトードも収録されてるので、もし今プレイしたいって人で Xbox One 持ってる人はそっち買った方がいいかもな。まあレアリプレイに収録されてるのは NES 版らしいので難しい方になっちゃうけど。じゃあファミコン版やりたい場合はちょっとお高いけどカセット買うしかないってことかしら。バーチャルコンソールやその他の DL コンテンツにはなってないみたいだからそうなるのかな。まあウプ主の調べが足りないだけでなんかで配信されてたりするのかもしれないけど。とそうこう言ってるうちに最初のボス戦だな。いつの間にかボスまで来てたのね。ああ、一ステージあたりはそんなに長くないみたいだな。でこの最初のボス戦も変わっててまさかのボス視点で戦います。確かに変わってるわね。ボスが銃で攻撃してくるんだけどなぜか最後に持つことのできる丸い弾をくれるのでこっちはそれを投げ返して攻撃します。お、倒せたみたいね。最初のボスだからか結構あっという間だったな。ステージ感もちゃんと演出あるのね。そうみたいだな。次は縦穴を下に降りてくステージみたいだな。ガラッと雰囲気が変わったわね。そうだな。でここ背景に注目してもらいたいんだけど、左右の壁の部分と奥の壁が別々にスクロールしてるように見えるよな。ほんとだ、多重スクロールしてるように見えるわね。ああ、ファミコンはハード的には背景は1枚しかないはずだからソフト側で多重スクロールしてるように見せる工夫してるんだろうな。よくわかんないけどなんかすごいことやってるってことね。ああ、今となっては多重スクロールなんて当たり前だから何気なく見てると凄さに気づかないけどな。確かに、
あ、一応言っておくとウプ主の脳みそではあんまり難しいことはわからないので、もし間違ったこと言ってたらごめんだぜ。このチャンネルの視聴者さんならその辺は心得ててくれてるでしょ。だと思うけど、たまたまこの動画で初めてこのチャンネル見るって人もいるかもしれないしな。なんか間違ったこと言ってても石投げないでおくれよ。いやだから誰もそこまでしないから。一応ネットで調べながら言ってるけど、ウプ主の理解力では限界があるので、いろいろ気になった方は Google 先生に聞いてみてください。相変わらずのネット丸投げスタイルね。どんな情報でも鵜呑みにせず自分で確かめるって大事なことじゃない？なんか急にもっともらしいこと言い出したし。いやーしかし楽しいなこれ。確かにキャラもコミカルによく動くし、見てて飽きないわよね。ああ、壁突き破って出てくるこの敵の演出もいい感じだよな。今やられたわね。ああ、あの電撃食らうと一気に半分 HP 削られるみたいだな。うん、とりあえずは無事片付けられたな。さっきからちょいちょい虫みたいなの食べてるわよね。ああ、今のは回復アイテムのハエさんです。ハエが回復アイテムなのね。まあほらカエルだし虫食べても全然不思議じゃないだろ。うん、まあそうだけれども、お前もハエ食べろよ。なんでよ、私はカエルじゃないでしょうが。次回の動画は霊夢珍がハエさん食べてみたで。いやないない。せっかく YouTuber っぽい企画だと思ったのに。そんなのダメに決まってるでしょうが。なんでだ、イナゴの佃煮とか普通にあるんだからハエくらい食えるやろが。それに食料危機に備えてかなんだか知らんけど、世界的に昆虫食ブームがきつつあるみたいだし、そもそも世界的に見ればもともと虫食べるのが当たり前の文化や地域だってあるんだから、ちょっと早く食くらい問題ないやろが。うるさい。だったらあんたが食べなさいよ。いえ結構です。いくら再生回数が欲しいからって早く言うとかマジありえないわ。そんなこと人に強要するやつマジ軽蔑するわ。うん、超特大のブーメラン刺さってますけど、私がどんなブーメラン投げようが私の元には帰ってこないので問題ありません。しっかりウプ主に刺さってるし、なんかあった時に責任取るのが上司の役目やろが。別に上司じゃないでしょ。じゃあトカゲの尻尾切りで、クズか。さてさて、霊夢珍のおふざけに付き合ってるうちに結構進んできたんじゃないかな。いやだから毎度ふざけてるのはあんたでしょうが。お、なんかさっきのと色が違うやつがまた壁突き破って出てきたな。安定の虫ね。あ、うん、こいつ嫌い。お、なんか一気アップしたみたいね。点数が10万点になったら一気アップしたな。お、倒せたみたいだな。なかなかタフなやつだったわね。うん、テンポよく攻撃できると非常に気持ちいいな。確かに見てても気分いいわね。そういえばさっきからカラス倒すとなんか手に入れてそれで攻撃してるわね。そうだな。手ぬぐいかな。いや違うでしょ。てかまたやられてるし。そうだな。あ、うん、ここは初見だとかわすの厳しい気がするぜ。お、どうやら終わりっぽいな。ボス戦かしら。と思ったらこれで次のステージ行くみたいね。ボス戦がないステージもあるってことかな。ってことで3面です。ここはまたベルトスクロールアクションっぽい感じなのね。途中まではな。というと、途中からはバイクみたいなのに乗って進む強制スクロールのステージとなっております。こんな感じのやつね。そうそう、そんなやつ。ちなみに今回最初の難所はそこらしいです。いや難所にたどり着く前にまたやられてるし。いやーもう少し前まで歩けるのかと思って進んだら落っこちました。なんかインベーダーゲームの敵みたいなのがライフ奪っていったわね。ああ、まさかライフゲージに直接攻撃してくるとは驚いたな。ただグラフィックが綺麗なだけじゃなくて仕掛けも凝ってるわね。お、霊夢の餌。だから食べないって言ってるでしょうが。っていうかハエ食べる時だけ舌伸ばす専用のアクションがあるのね。ああ、ちなみにプレイヤー側は特に特殊な操作するわけではなく、ハエが近くにいる状態で B ボタンを押すだけで舌伸ばします。いやまた落っこちてるし。うん、ここはどこまで歩いて大丈夫なのかちょっとわかりづらいな。いやなぜ今落ちた。今のは敵にとどめを刺すモーションになって勝手に前に進んで落っこちたっぽいな。足場の悪いところで敵を倒すのは注意が必要ってことね。そういうことだな。ってことでコンティニューしてさっきのところまで来ました。カットしたのね。ああ、もう結構いい時間になってきたし、ここからはちょいちょいカットしながら見ていきます。お、
バイクのところまで来たみたいね。ああ、ここからが難しいところだから気合い入れていかないとな。オフ、いや言ってるそばから速攻でやられるんじゃないわよ。いや思ったより早いぞこれ。確かにめっちゃ高速でスクロールしてるわね。これはコンティニュー使い切る前にここ抜けられるかちょっと不安だな。うん、でもまあまだこれくらいなら落ち着いて操作すればなんとかいけるかな。そうね。お、チェックポイントかな。次やられても今のところからリスタートって感じかしら。ジャンプ台もあるんだな。ここもなかなか楽しそうね。うん、ちょっと操作が忙しくなってきたな。ああ、ジャンプ台うまく乗れなかったな。やっぱりさっきのところが復活ポイントになるみたいだな。最初からじゃなくてよかったわね。よしよし。とりあえずは進めたわね。おっと今のはジャンプしたらぶつかるやつだな。また次のチェックポイントまで来られたみたいね。お、なんか出てきたな。危な。どうやらこいつら障害物落としてくるみたいね。これは初見だとちょっとびっくりするな。お、一気アップしたと思ったら一気失ったな。チェックポイント直前に置くのはちょっといやらしいわね。ああ、またさっきのところからだな。オフ、いや今の避けれるでしょ。いやーなかなかに集中力を維持するのも大変だぜ。まあそうかもしれないけれども。でこの後もすぐに。こんな感じでミスりました。明らかに集中できてないわね。ああ、嫌な流れになってきたな。ってことでもう一度。お、なんとか次のチェックポイント通過できたわね。ああ、なんとかな。しかしだいぶスピードアップしてるわね。ああ、ちょっとでも気を抜いたら一瞬でやられそうだな。って言ってるそばからまたやられたわね。うん、なんか新しいやつ出てきてやられたな。もう後がないわね。ああ、ゲームオーバーになったらまたステージの最初からだからなんとかこのまま行きたいところだな。よしよし、落ち着いてみればこいつらはどうということはないな。なぜそこで落ちる？いやまた障害物落とすやつ飛んできたから避けようとして手前に移動したんだけど、まさか手前にも落っこちるとは。まあ気を取り直してもう一度3面の最初からだな。なかなか厳しいわね。さすがにもう一度見るのもあれなのでさっきのところに車でカットします。まあその方がいいわね。ってことでなんとかさっきより進むことができましたが速攻で一気失いました。ちょっと進むたびにやられまくってるわね。そうだな。これ早すぎない？確かにこれはもう覚えて先に動かないと厳しいかもね。オフ。またやられたわね。ああ、来るって分かっててもこのスピードだと反応がどうしても遅れるな。ウプ主の老いを感じるわね。うん、これはまずいな。また残機ゼロになってるわね。
シャーコラクター。うるさいわね。すまんすまん、つい全クリできた喜びが大きくて。いや、まだ3面クリアしただけだから。てことで次は4面です。今度は氷のステージね。そうみたいだな。そしてこのステージは奥と手前への移動がない横スクロールタイプのアクションステージみたいだな。操作性が変わるのはちょっと大変そうだけど、いろいろ楽しめるのは嬉しいわよね。ああ、秋が来なそうだな。でここの背景もまたすごいな。一定方向だけじゃなくキャラの動きに合わせてちゃんと上下左右に多重スクロールしてるように見えるし。ほんとね。なんか特殊なことやってるんだろうけど、うプ主には技術的なことはわからないので、ただただすごいという言葉しか出てきません。まあ技術的なことわかってる人の方が少ないだろうけどね。まあ普通にゲームやるときそこまで気にしてみないからな。と背景に見とれてる間にゲームオーバーになってるな。なんか自滅したように見えたけど、気のせいだぜ。てかまただいぶ長くなってきたな。そうね。ちょっと進んではやられ、ちょっと進んではやられって感じだし、なかなか進まないわね。ああ、ここから先さらにやられてはちょっと進み、やられてはちょっと進みって感じだったので、残りは飛ばし飛ばし見ていきます。この後4面では雪だるまと雪合戦したり、何それ楽しそう。雪玉に押しつぶされたり、マリオのトゲ像みたいなやつに惹かれたり、なんか動く足場みたいなのに乗りそびれてトゲにぶっ刺さってまたゲームオーバーとなりました。いや結局また4面の最初からじゃない。仕方ないだろう、プ主にはなかなかに難しいゲームなんだから。で、コンティニューした後。なんとかギリギリのところで4面はクリアできました。いや、ほんとにギリギリじゃない。ほら、やっぱそこはギリギリでいつも生きていたいじゃない。いや、カプーンかて。てことで5面です。また何かに乗るみたいね。ああ、今度はサーフィンみたいだな。ここもバイクの時みたいに難しそうな気配ね。そうだな。バイクと違って常時ぴょんぴょん跳ねてて、好きなタイミングでジャンプはできないみたいだな。慣れるまで大変そうね。あ、お、どうやらここは一撃死じゃないみたいだな。その点はバイクの時より少し気持ちに余裕ができそうね。今度はなんか渦巻きが迫ってきてるな。渦巻きに捕まったわね。そしてやられたな。でこの後は速攻でやられてまたゲームオーバーです。まあどの道残機ゼロだったし、進んでもまたすぐステージの始めからになっちゃうしね。そうだな。でコンティニューした後はさっきの渦巻きのところを抜け、サーフボードから降りました。またインベーダーみたいなの出てきたわね。ああ、こいつら出てくると直接ライフ持ってかれるから焦るな。お、一面で出てきたやつだな。なんか足が長くなってるわね。こいつ倒すと武器にできるからいいよな。お、また来たわね。死体蹴りすると点数増えるのもいいな。いや、言い方悪いから。お、もうボスみたいだな。こいつ見たことあるわね。ああ、これにも出てきてたな。てか早速ボコされてるけど。うん、なかなかに強いな。またやられたわね。ああ、なんとか倒せるといいな。うん、無理に近づかずに隙見てちょこちょこ攻撃する方が良さそうだな。そうみたいね。おっと、一撃食らうと立て続けに食らうわね。ああ、やっぱ近づかれると辛いな。お、なんとか倒せたみたいだな。だいぶ残機削られたわね。てかボス倒したのにまだこの面続くのね。ああ、ステージの途中にボス戦があるって斬新だな。中ボス戦みたいなのじゃないの。
いやこの後は特にボス戦なくごめんは終わりだったぜ。まあでもその前に完全にゲームオーバーになってるんですけど。いやじゃあなんでわかるのよ。それは確認のために後でもう少し先までプレイしたからです。なるほどね。まあとにかく初プレイでは残念ながらごめんの途中までしか来られませんでした。コンティニューに回数制限あるけど結構回数多めだし練習すればもう少し進めそうね。そうだな。まあそれでも全クリはなかなか大変そうだけどな。この後も楽しそうなステージがたくさんあるみたいなのでも式になる方は他の人のチャンネルでプレイ動画上がってるだろうからそっち見てみてください。いや他の人のチャンネルに丸投げするんじゃないわよ。だってウプ主じゃなかなか最後までプレイできなそうだし。それはそうだけれども。まあもし練習してうまくプレイできるようになったらプレイ動画上げるかもしれないけどな。だいぶ気に入ったみたいね。ああ、難しいけどこれめっちゃ楽しいっす。ネス版はこれよりさらに難しいのよね。ああ、そうらしいけど自分で確認したわけじゃないからなんとも言えないけどな。もし機会があればネス版も一度プレイしてみたいぜ。さてさてまた結構長い動画になってしまいましたが今回はこの辺で終わっておきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.